川分神社とは、奈良県吉野郡黒滝村大座中戸にある神社である。国龍村内の赤滝、中戸、寺と脇川、道元、小吉野の六大座のうぶすながみとされる神社。黒滝川と川合川の合流地点である中戸あ川戸に鎮座する。この場所は、口吉野の下市から広橋峠を経由し、小南峠から大峰山と山口の道川へ至る。 かつての三条街道沿いにあり、現在も、県道道川下市線と、県道赤滝五条線が分かれる、交通の要所であった。神社は、丘陵の尾根の先端にあり、境内には、銀南や杉の巨樹がある。明治七年以前は、神宮寺の南高寺を持ち、車窓別棟一人と、神職五人がいた。この神社は、春日大社の祭神を分化味したものであるが、その時期は明らかでない。 古記録には、川文大明神とあり、川文明神さんと呼んで崇拝されていた。川文神社は、古くから旧祈り春に霊源があるとされ、文六四年や遠方七年の建地では、村中市上川文大明神神宮山と印除地になっている。これは、春日文神を祀る以前から川文の神として、この宮山を崇拝していたことを物語る。この場所が、 黒滝川と川谷川の合流する地点であることから、水分神のごとき水に対する信仰を持っていた山であったようで、いつの頃かに、カスガ文神を勘定し四社神社と呼ばれた時期もあるが、その後に、川文神社と解消していることからも明らかである。南高寺本尊の阿弥陀如来座像は、廃寺となった後神社そばに、大日堂を建てて祀られている。像内牧署名には、 天文五年の年季と、山和州鎌口重栄村ら多くの人命が見える。鎌口は大峰山の修験者とかわりがあることから、この本尊の由来も大峰山往来の土上で、川文神社に参拝する修験者に求められる。なお南高寺本尊が、大日如来であるとの伝承は近年まで根強かった。社前の旧将や、森家は樽丸の二受け研屋であった。 庄屋の家は社前に隣接して建っていた旧黒滝村役場庁舎とともに国流森物語村に移築されている。本殿は四殿、いずれも間口四尺奥行き五尺のカス造作りである。社殿は大体61年目で増大するが、1995年、現在の社殿は明治14年9月造営で大正9年に修繕したものである。 拝殿は、間口島奥行きさん県、明治14年10月竣工。その後本殿と拝殿の間に屋根付の上り廊が設けられた。境内右手に小さい流れ作りし塗りの稲荷舎があり、羽かの御玉神を祀る。